今日のコメント。僕はスカーレット・バイオレットのアニメが好きかな。ランジャモン可愛すぎるから。ふん、君もしかして未来人？どうも春だったです。皆さんファンアートは好きですか？ファンが描いたイラストのことなんですが、素敵なイラストがたくさんありますよね。てか、春香くんって絵上手いの？まあそこそこ描けるよ。じゃあ僕のこと描いてみてよ。いいよ。はいなんか言えよ。そこで今回はアニポケ風のファンアートがすごすぎる系について見ていきたいと思います。てか関係ないけど、今めちゃくちゃポケカにハマってます。また新しいデッキ作ったから、時間あったら大会出ようかな。どういうことだったら最後まで聞いててください。アニポケ風のファンアートがすごすぎる系について、今回紹介するのは王にセルナを描かれたファンアートです。ノエリアさんという方の作品で、過去にも動画でいくつかイラストを紹介しているんですが、今回もすごく素敵だったのでご紹介していきたいと思います。また今回紹介する他にもツイッターにはたくさんのイラストが上がっていますので、興味のある方は飛んでみてください。それでは許可いただいてますので順番に見ていきましょう。まずはこちら、パフォーマンス中のステージ上のセルナですね。なんか躍動感あっていいですよね。少し緊張しているような表情も可愛いと思います。続いてこちら、これはハルカですね。リメイク版のオメガルフィアルファサファイアでの衣装を着ています。新無人戦ではハルカは登場していないんですが、この衣装を小春が代わりに着ていましたよね。いや、ハルカがこの衣装を着てアニメに再登場するところも正直見たかった。きっとこのイラストのように輝いているんだろうな。これも動きがあって可愛い。次はこちら、これはルチアですね。いやー、アイドルだけあって輝いてる。可愛いですよね。こんなところ見たらみんなファンになっちゃいますよね。てかノエリアさん、過去にも紹介したんですけど、本当にアニポケのタッチうまいっすよね。次はこちら、おお、すごい。セーラと光、そして金銀の女主人公クリスがいますよね。いやー、このステージパフォーマンスマジで見たい。絶対こんな風に可愛いよね。はるか、光、セーラ、小春というドリームパフォーマンスとかあったらアリポケ盛り上がると思うので、新無印編の最後とかに公式さんお願いします。それにしてもこのポーズ決めてるイラスト素敵すぎる。次はこちら、おお、いい、すごくいい。セーラの水着姿ですね。セーラってアニメに水着着るとこあまりないんですよね。ピンク色の水着がよく似合っています。サトシに話しかけてる感じかな。うん、サトシ羨ましすぎる。そこ変わって、次はこちら、おお、サトシと XI のメンスがいますね。左上アラいるじゃん。ボール遊びしててみんな楽しそう。セーラとサトシは仲良くツーショットをしていますよね。サトシが手を伸ばして撮ってる感じが可愛らしいというか微笑ましいと思いました。次はちょっと変化球なイラストです。こちら、セルナ&ピカチュウ、サトシ&テレラセレラはアニメでもサトシの服を着ていましたし、あんまり違和感ないですよね。むしろボーイッシュな感じで可愛い。サトシはなんかごついよね。次いきます。続いてはこちら、大人になったセーラとサトシですね。ノエリアさんのイラストは大人バージョンも以前動画でまとめたようにちょくちょく描かれているんですけど、すごい素敵ですよね。セレラとサトシが大人になった時マジでこんな感じになるぞ。最後はこちら、これは今風のアニメイラストですね。セレラとの再会がこんな感じだったらもっと盛り上がったでしょうね。それか決勝終わった後こんな感じにセーラがお疲れって言いに来てくれたら最高ですよね。今回紹介するイラストは以上です。他にも以前動画でまとめさせてもらったイラストや紹介していないイラストもあるので、ぜひノエリアさんのツイッターフォローしてみてください。とまあこんな感じでアニメ風のファンアートが素敵すぎる件についてでした。ちょっとの僕はスターチャンネルクやすしこいこさん、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。